内藤さん、コン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 、マリキラカのアコン、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。てんたんハート、ありがとうございます。くものペロンゴさん、制服のボタン、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。トシさんハート、ありがとうございます。こんばんは、フル、こんばんは、ワッフル。こんばんは、うん、あ、こんはは、うん、は。テロップが違えた。こんばんはって言うとした。こんはは、うん、は。間違えた。スペタンピョンタンタコさん、ありがとうございます。クジラチさん、制服のボタン、ありがとうございます。ナグマルのんさん、コン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 、マニキリカのアカモン、ありがとうございます。タモさんハート、ありがとうございます。ユモンタン、コン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 、マニキリカのアカモン、ありがとうございます。初見でしたって。ケーキ研究者の13歳の平野桃奈です。よろしくお願いします。ピュンコさん、コン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 、マニキリカのアカモン、ありがとうございます。どうなるんですかさん、コン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 、マニキリコのアコモン、ありがとうございます。ケンピさんハート、ありがとうございます。ちょっとこう、うん、こば、うん、わ、はい、オッケーはい、間違える時もあるさ、人間なもの、そうはい、今日のテロップはこんばんはです。こっそり直した、バレたか。フラちゃんもリボンつけてる。そう、今日のフロちゃんはリボンをつけさせました。あれなってでしょ、こっそり直しました。くっそり直しました。直す前のスクショ撮りました。おいおい、はい、今日はリボンかぶします。入りそう、流行んないし。コウスケさん、おめとばこつふるすきみたいなやつ、ありがとうございます。シャワーさん、おめとばこつつむふるすきみたいなやつ、ありがとうございます。魔女の宅急便みたいだね。もう魔女の宅急便わからん、なんかふいちゃんとかが前言ってたけどよくわかんないけど。ホイリーサンダルマン、ありがとうございます。TikTok 載せてた。そう、今日 TikTok 載せたんです。あやとキャさんと3人で TikTok を載せたので、ぜひ見てください。伊達直人さん、コン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 、マリンキレンコのアコン、ありがとうございます。そう、あとそのね、 TikTok を撮った音楽、音楽っていうか、その音楽とアイドルシアターってやつで撮ったんですけど、その音楽と、なんか前もその小学生の時かな、ももが小学生の時にその音楽で使ったこと、あの一回撮ったことがあって、なので研究生の方じゃなくて SK48 の方で、ももの小学生の時の同じやつもぜひ比べてみてみてください。あれは多分小学生の時だし。どこで見れるの？ TikTok のアプリです。ぜひ皆さん見てください。アイドルシアター始まるよってやつです。ぜひ昔のと今の比べて見てみてください。昔のはひめさんとキャさんとももで撮って、今日はあやとキャさんとももで撮りました。残ってるの？え、まだ残ってるよ。研究生とかチームの、チーム名のない SK48 のところにあります。です。ネットライフって小学生だと、え、違ったっけ。王の教科ではそんな気がしておる。トシさん、誰もありがとうございます。とりあえず比べてみてみてください。よくわかんないけど、で、見て
こんばんは。こんばんは。8年前か違う。1年前。今日はすき焼きを食べました。いいなぁ。今でも小学生に通じる。通じないよ。高校生だと通じるかもよ。ゆうくん、ハート、ありがとうございます。比べてみるわ。お願いします。中学生かな？中学生の時かな？中学生かな？よくわかんないけど、ちょっと昔の方なのでよろしくお願いします。間違えてたらごめんね。星型のピノ出た。え、何？ピノって星型あんの？もうそんなに知らない。それではピノってアイス、ありがとうございます。あ、ありがとう。弟がお茶持ってきてくれた。見た目は小学生っぽい。だって違うし。弟かな。そうです。あつてくんがお茶持ってきてくれました。充電切れが。だって充電切れ。充電してるよ今。なんでわかった？イケメンすぎだって。え、顔見えてないでしょ。絶対見えてないでしょ。絶対適当に似てるでしょ。弟くん何歳？9歳です。プリン全部食べたの？昨日の？全部食べたよ。全部食べました。画像悪い？画像悪い？はい。画像が悪いと思う人手挙げて。画像悪い普通？今ね、充電ねしながらやってる。すげえイケメンだと絶対見てないでしょ。絶対見てないでしょ。え、画像悪い？あ、はい、悪いの？え、ほう、ほんと？充電してるよ。やや悪いですって。え、そうなの？充電してるよ。猫ちゃんの充電器で。え、これはどうすればいいですか？画像いいですよ、普通だって。あ、そうなんだ。あ、悪くないよ、だ。いつもよりは悪いかも。どっち？どっち？パソコンでは悪くない。パソコンで見てんだ。今充電してます。画像悪かったらごめんなさい。今充電します。よろしくお願いします。でもさ、ぼやけた方が可愛く見えるって言うよね。あ、治った。だった。そうなの。よかった、ありがとうございます。はい、よかったです。激しく動いてみて。画面が揺れる。それはもう揺らしたんだ今。ごめんね。あ、今また揺らした。ごめん。充電器が刺さってるとよく引っかかって揺らしちゃいます。ごめんなさい。動かなければ綺麗。あ、よかった。じゃあこのままやります。ありがとうございます。綺麗に見える。ありがとうございます。動くダメだ。オッケーです。激しく動くと画像悪くなる。あ、本当？じゃあもう今日止まってるわ、ずっと。今日は止まって喋りたいと思います。もういいか。動くと四角い。四角い。動くことダメだ、止まって。あ、本当？じゃあ今日止まってるね、もう。もう今日止まる。はいはい。チンアナゴだよ、だって。七夕いい。止まってると綺麗だって。はい、このまま喋りたいと思います。プロちゃん可愛い。画像は悪いけど、ももたん綺麗だよ。だって、嘘だ。そう、ももね、今日夢見たの。夢ね、これは夢の話ですよ。本当に悪魔に米印、夢の話です。
夢見たんですよ。ほんと夢の話だよ。もんがすやすや眠ってる夢の話で、好きからあの動いちゃった。あの移転させられた夢見た。びっくりしちゃった。でもほんと知らないグループ、 AKB グループじゃない、ほんと知らないグループに、なんかあの40代のおばさまたちがたくさんいるあのグループに夢で移転させられた夢でした。なんか40代のおばさまたちがたくさんいるところ。そう、どこのグループかわかんない。夢の中の話ね。そう、アイドル、アイドルなんかよくわかんないけど40代のグループでした。40代のグループにモモが入っちゃった夢でした。イエーイ。こんなグループあるのかわかんないけど。ママ世代じゃん。そうですね。ママさんのグループちょっと違いますけど。そういうあの40代のグループにモモが入っちゃったという夢でした。でも SK が大好きです。よかったよかった。起きて安心したからよかったです。モモは SK が大好きです。ハート。モモタンは大人になってたのに、このまま。このままです。危なかったね。夢で良かったですという話です。イエーイ。ちょっと変わった夢を見ました。ちょっとじゃないね。かなり変わった夢を今日は見てしまいました。今日はあのいい夢が見れるといいです。なんか悪い夢はすぐに言わないと忘れ目になっちゃうから言った方が。びっくりした。なんか今落ちた。びっくりした。夢ではないです。夢でしょ。はい。ということで、今日はこちらでーす。今日はこちらのクイズを出していきたいと思います。イエーイ。じゃじゃん。さすがですが、クイズを出していきたいと思います。じゃーん。今も夢の話、今は現実です。はい、第1問。じゃらん。今日スーパーでびっくりしたことは何でしょう。今日もスーパーに行ったんですけど、びっくりしたことは何でしょう。トシタンダルマ、ありがとうございます。なんでしょう。はい。なんでしょう。はい。なんでしょう。カップラーメンがない。須田さんにあった。須田北足報告します。お米がなかった。フルちゃんが売ってた。何も売ってなかった。閉まってた。消費税がなくなってた。あ、いいね、いいね、いいね。須田さんがレジ打ちだった。めっちゃいいじゃん。マスクが売ってた。エビがいっぱい落ちてた。もやしが10円。いつもじゃね。スーパーが閉まってた。須田さんがいた。須田さんがレジ打ちしてた。そうだったらめっちゃいいよね。スーパーに行ったのは夢だった。違う。芸能人がいた。めっちゃ動いてる。財布合わせた。違います。須田さんの歌がかかった。違います。須田さん10円。え？必殺しれっとテロップを変える技。モモタンが10円で言ってた。わお。いちご試食会。違います。正解あります。正解を言ってからテロップを出します。正解は今日業務スーパーに行ったんですけど、
巨大なゼリーとプリンがもうなかったことです。びっくりしました。業務スーパーで巨大なゼリーと、ね、これ漢字間違えた、すまん漢字間違えた、そう、この前のね、美味しいゼリーとあの牛乳パックのジーンだ。ふわごちゃん気にしない、人間誰やと間違えることある。はい漢字おかしい、だから間違えたの、こことここ。ママに間違ってないって言われた。いいのすまんだって、こっちこと無も愛したから間違えたの。人間だもん、そう人間です。そうだからみんな買ったでしょと思って、みんな買ったでしょ、ほんが食べてるの美味しそうだなと思って、巨大でゼリーとプリン売り切れててびっくりしました。という愛知らせです。というクイズでした、イエーイ。バレたか、本当に買ったの。風邪ひいて、本当もたんこかなのってそう、またね、今日買うつもりだったんですよ、そしたらなくて、あのコーヒーゼリーと水ようかんしか売ってなかった。コーヒーゼリーは苦くて食べれないし、水ようかんもしか売ってなかった。本当はマンゴープリンとかいろんな種類あるけど全部なかった。はい、というびっくりした情報でした。じゃん、近くに業務スーパーないだって。そうなんだ。319日です。昨日弟とトントンズボンをしたので、こうやってチュン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 って、水ようかんいいじゃん、なんか甘すぎない？トン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 っていう折り紙で、あのトントンズボンをしたので桃が描きました。うまくないこれ、ほんとうまいと思うんだけど、あのネットで調べました。ほんとうまくないこれ。じゃあドスコイ桃たんじゃなくて、あの折り紙でトントンズボン作ったんですけど、うまくないこれ、ほんと褒めてほしいの。うまいよね、ありがとう。うまい、ありがとう。でもここ初めてあのみんなにうまいって褒められたなって、ありがとうございます。初めてうまいって言われたよ。うまいよね、ネットで調べるとうまいんだなって思いました。めっちゃうまくない、超立体的、ほんと。ということで3月18日、ありがとうございます。319日間前に、そんなことじゃない、結構毎日絵を描いてると絵が上手くなるんです。はい、ということでありがとうございます。はい、次の問題、次の問題はじゃーん、ボーが最近ハマっているものは何でしょう。何がハマっているでしょう。ヒントはこの絵です。うまいっしょこの絵も。セクシー、それはそれ、それハマってるんじゃないです。本当にセクシーなの。当てますと、じゃあ当てて、ドスコイ写真、うまるまる、それはそうだけど、もう一個もう一個、まあ、今日昨日からハマり始めたもの、なんだ、あ、絵で当たった、すごい、やっぱ絵うまいね、もも絵で当たるんだ。ヒントはこの音です。聞いて、あ、見えちゃった。見えちゃった。ヒントはこの音。見えちゃったじゃん今。巨大ゼリー、絵が上手くなって、ありがとうございます。見えちゃった。見えてるやんけ。ということで、ももが見えたら
だって。やっぱそう。ももが最近ハマっているものはじゃん、ハンドスピナーです。昨日部屋のちょっとしたお片付けをしていたらハンドスピナーが久しぶりに見つかって、知ってますか皆さん、ハンドスピナーを昨日からハマり始めました。ずっと回してます。古くない？そうで、ももは今がマイブームなの。なんで皆さんもぜひ家にハンドスピナーがあったらやってみてください。はい、興味ないだって。面白いよ。なんどうする、なんかストレス発散にこうやってやるらしいよ。めっちゃ面白い。それが楽しいの。楽しいの。ということでハマっているものはハンドスピナーでした。パチ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 。それは何が楽しいの？何だって言われるわ。なんだろう。よくわかんないけど面白いからやってます。皆さんもぜひやってみてください。次。踊っていたでしょう。今日ママが急に踊り出しました。さて何でしょう。もものママが急に踊り出しました。それはさて何でしょう。字がうまいです。ありがとうございます。ミノセス、わがままなるべし、なるれぼし、フラストレーション、エスケープ、絵がヒント。いや全然ヒントじゃない。盆踊り、あそういうとこあるよね。タコ踊り、え？おしめし、スルーザナイト、イノセンス、天使の尻尾。ヒントください。ヒントはこれ。ヒントこれ。おそらかと思う。キャンディ、パレオ、エメラルド、SK ですか？ SK ですよ。エスコアの曲ですね。パプリカ、ドレミの歌、ジッパー、違います。これだって。じゃあ正解言います。正解はじゃーん、ダンスメドレーでした。ママはモモのポジションをよく踊ってるんですけど、これはダンスメドレー、マイクね。ママはこれをマイクにしてこうやって踊ってたんですけど、モモがエスコアでダンスメドレーの、これヘッドセット。そう、どう見えるでカメラに映るんですよ。それをママがこうやってずっとやってた。はい、ということで今日ママが踊ってた曲はダンスメドレーです。グレーマークです。はい、聞こえじゃない、まあいいよ。わかるわけじゃないでしょ。ママ踊れる、ママここしかやれるから、どう見えるだけ。はい、ということでダンスメドレーを踊ってましたです。ママはどこを目指してる、知らない。ミッドナイト公演を目指してる。わかんないよ、多分そうじゃない。ママはマキコさんとランランさんとエゴさんが好きみたいです。はい。ママ何ポジできるの、あのももがいつもやってるポジ。次行って、はい、公開早、ママの無理無理無理。はい、次じゃん、いつもの最後のお約束。ももは今日何を歌いたい気分でしょう。なんでしょう。はい。銃器戦狙いかなって。そりゃない、それじゃない。オムライス、森のクマさん。愛してラブル、ダンスメドレー、飯飯、どすこい、365日の紙飛行機、そういうとこあるよね。禁じられた二人、インブルド、
やつ間違える。イノセンス。イノセンスは超静かのままやることになるよ。アメの動物園。アメの動物園はね、この前ね、言って。はい。ゾウさんだって。ゾウさん、ゾウさん。ということで、答えは、じゃん！ボコロの風でした。イエーイ。じゃあ、いつもみたいに、ボコロの風をあちらのところで踊って歌いたいと思います。はい、僕らの風でした。では桃投げ機場へようこそ。はい、このスカートはなんか前バックダンサーの時に古畑さんからもらったスカートです。バックダンサーの時に古畑さんからもらったスカートです。スタンバリンはありません。スタンバリンはありません。さすがにないです。ペグルでじゃん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 。イントロはいいね。じゃあ歌うとこからいきます。大空のキャンパスを青く塗りつぶして、雲が流れるように夢を描いてみよう。果てしない地平線、果てしない地平線、鳥は自由に飛び、いつか海の向こうまでたどり着くんだ。思い出はいつだって何か掴んでるのさ。今僕らは風になる、思うままにどこへも行ける。太陽も限り次の朝が願い叶える。チャンスチャン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 。です。途中でマイクを持ち合わせました。はい、ということで主な劇場は以上です。今からはお話コーナーにします。ありがとうございました。今からみんなとお話をしていきたいと思います。ママ来なかったね。僕らの風踊れるのかな。ペコボンさん、かいありがとうございます。今からお話しタイム、なんかしよう。アンコール、アンコール、いやアンコール用意してない今日。たまにはお話ししようぜ。そう、アンコールは今日は考えてないので、考えてる時にアンコールしてください。スベダピョンタンめっちゃ可愛い、ありがとうございます。そう、アンコール用意してないの今日。今日は僕らの方しか用意してません。ごめんね。そういう日もあるんです。アンコールを用意してない日もあるんです。ごめんね。はい。じゃあね、素敵なことにご飯も終わったので。みんなで、レッツ、おしゃべりタイム。目標の先輩は須田さんです。最近声も、都市で練習したりしてますか。最近はアンダーの練習をしてます。もうすぐ中2になるけど、なんか目標ある。やっぱりですね、すごく SKE で2番目ぐらいにセクシーになることです。SKE
で2番目ぐらいに赤子になることを中2の目標として頑張っていきたいと思います。そう、4月から学校ですか。そうです。次からは中学2年生です。2番目そうだよ。1番までランランさんよりもセクシーになることはちょっと難しいかなって思うから、2番目にします。ランランさんはすごくセクシーなので、それ以上はちょっと無理かなって思ったので、2番目にしたいと思います。2番目無理か。2番目も無理だ。62番目ぐらいにセクシーになりたいと思います。はい、2番目は無理だね。62番目ぐらいになりたいと思います。はい、2番目は現実的に無理だということが分かったので62番目にしたいと思います。オーディションナンバーだから。それならですか。そうですか、ありがとうございます。ふし投げてありがとうございます。下から通った方が早いだって。一気に下がった。一気に下がった。何人いるんだろう。 SK 以外は全員で10期生さんも入れて74人くらいいるので、62番目ちょっと早かった。73番目。いや62番で。はい、セクシーの話終わり。はい、次。ツインテールとセクシーは成り立つと思いますか。この髪型は自分でやりました。ツインテールは自分でやりました。小学生に負けてるじゃん。いいの。夢は大きく一番をだって。自分からしといて。よう、高い、ありがとうございます。 SKE って今そんなに言うのびっくりした。そう、すごい人数がたくさんいます。もーちゃん今日も可愛いね。小声なんだ。小声なの。大声でお願いします。一人で起きれますか。起きれません。いつもママがカーテンをバッて開けたら起きる。もーのグッドモーニングルーティンです。足のサイズは変わってません。変わってません。 23.5 です。最近お料理したしてないかも。今日もね、自主練に行ったんですよ。なんでできてないです。ボリュームは一番だって。電車は、電車、電車を一人で乗れるかって、まだです。まだです。だってもうね、普段ね、レッスン場までね車で行ってるから、電車の乗り方よくわからん。自分の家からどこの何番線に乗り換えて乗り換えるのかな、よくわかんないけど、どこを乗っていけばいいのかわからん。迷子になっちゃう。はい、こういろいろ話してるうちにあっという間に55分になっちゃったので、ランキングをやりたいと思います。13位石の馬さん、ありがとうございます。なんで乗れないの。あまり道がわかりません。12位コウスケさん、ありがとうございます。11位ルートさん、ありがとうございます。10位のみのまりまりさん、ありがとうございます。9位ホーリーさん、ありがとうございます。8位消防さん、ありがとうございます。ラッキーセブントシさん、ありがとうございます。6位クマさん、
48さん、ありがとうございます。4位ぴょんこさん、ありがとうございます。3位としてありがとうございます。ミスペタンぴょんたん、ありがとうございます。それでは、昨日は光る運〇〇を使ったので、今日はあやからもらった伸びる〇〇の棒を使います。ピンポンパポン、チク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 チョン、じゃん。今日の1位はゆもた、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、運〇〇の棒はここ。それではいきます。食べてないし、せーの、 L O V E、 ゆもたん、ありがとうございます。それでは、あやからもらったの、そうだよ。今日のぴょんちゃんは昨日のリボンを外して赤のリボンにしました。どっちが可愛い？昨日とこんな感じだよ。可愛い。それではいきます。そう、これは高田しおりさんのお店に行って買った時のピンです。